皆さん、こんにちは。Google Cloud の篠原です。本日なんですけども、GKE Autopilot 入門と題しまして、発表させていただきます。よろしくお願いいたします。それでは GKE Autopilot の概要についてお話をしていこうと思います。GKE Autopilot は、GKE Google Kubernetes Engine の新しいモードという扱いになります。従来からご利用いただいている GKE は、 GKE スタンダードと呼びます。基本的な仕組みについては従来の GKE と同じなんですけども、ご覧の通り3つの特徴があります。こちらですね、これから3つの特徴それぞれについてご説明をしていこうと思います。まず、ノードが完全にマネージな状態とはなんですが、こちらはですね、端的にお伝えするとノードを運用しなくて良いということになります。 では GK におけるノードの運用ってどういったことが挙げられるのかというと、例えばノード自体の作成だったり、更新削除などですね。これらは GKA a u t o p i l のモードでは全て自動で行われます。また GKA のノードのバージョンのアップグレードに関しましても自動で行われます。つまりユーザーさんの目線で見ますと GKA a u t o p i l ではよりクバネデスの利用に集中することができると。 言えるのではないかなと思います。はい。え、ノードが完全にマネージドとはいったもののですね、じゃあ構成はどういったものになるのかというのをこちらの絵で説明したいと思います。実はですね、構成自体は GKE スタンダードと大きな変わりはありません。GKE のオートパイロットのノードに関しましても、ユーザーの VPC の中に存在する コンピュートエンジンのインスタンスになるのですが、こちらの GC のインスタンスがユーザーさんからは直接は見えない、触れないというようになっているのが特徴になります。従来の GK スタンダードのコントロールプレーンと同様、オートパイロットにおいてもコントロールプレーンは Google がマネージドするんですけども、それに加えてノードもマネージドにする、青くハイライトしてますけど、というのが今後のオートパイロットになります。 ユーザーから見えないといったもののですね、同じ VPC の中に存在していますので、このノードの上で動いているコンテナと、他の VPC 内の例えば GCE のホストとの間のネットワークの通信などはもちろんできますし、外部公開などもえ普通に行っていただくことが可能です。この赤の線は、Google が管理している世界観と、あとはユーザーさんの世界観を分けるためにえ縦に線を引っ張っているというところです。 次に特徴の2つ目のポット単位の課金なんですけども、こちらは秒単位でですね、作成されたポットのリソースに対して課金されます。ちなみに GKE やクバネジャーをお使いのお客皆様ですと、おなじみのシステム系のポットですね。例えば、Cube システムのネームスペースの中にあるポットなどですけども、こういったものに対する課金はされないのでご安心ください。 で、病単位で課金される内訳といたしましては、このオートパイロットのクラスターで配置したポットの使う VCPU だったり、メモリーだったり、エフメダルのストレージなどに課金がかかってきます。はい。えー、ポット単位での課金なんですけども、まあ、さらにですね、確定利用割引、CUD というものが使えます。 で、例えば3年のご利用を確約いただきますと45%のディスカウント。1年の確約で20%のディスカウントが効きます。で、継続利用割引きというものも Google クラウドにあるんですけども、こちらはですね、そもそも GK a u t o p i l o のノードでサポートしているマシンファミリーが E2 のみなので、SUD が E2 をサポートしていないので、こちらは対象外ということになります。 3つ目の特徴のポット単位の SLA なんですけども、オートパイロットのですね、ポットには99.9%の SLO が設定されていますで。こちらなんですけども、こちらの対象に対する条件としては、2つ以上のゾーンにポットが配置されていることが条件となります。例えば、ノードが複数のゾーンに分かれて配置されていたとすると、そのゾーンにまたいた形で、 え、ポットのレプリカも廃止されている必要があるということですね。はい。で、え、コントロールプレーンですね。Cube API サーバーなどがある。まあ、Google がマネージしているものですけども、こちらに関しましては 99.、99.95%の SLO が設定されています。こちらは、GKE スタンダードにおけるリージョナルクラスターの数値と同じ値になります。はい。 で次に、ノード管理の仕組みについてお話をしていこうと思います。えー、ノードについては、まああの、運用しなくてよろしいという話を冒頭の方でさせていただいたんですけども、どうやってそれを実現しているのかという動きについて、仕組みについてですね、お話ししていこうと思います。えー、GKE のオートパイロットでは、ノードの作成やスケール削除においては、従来から GKE がまあ備えているクラスターオートスケーラーとノードオートプロビジョニングという機能を使っています。 こちらですね、あの、先にちょっと、あの、答えだけでしまうと、ノードの作成や削除は、ポットのスケジューリングに依存しているということが言えるんですね。この後、絵を使って、もう少し細かく具体的にご説明をしたいと思います。ただ、この仕様により、余剰のノードをあらかじめ用意しておいて、トラフィックスパイクに備えるといったことは、基本的にはできないです。ワークアランドはありますかはい。GK スタンダードの場合、 ポット単位ではなくて、まずノードプールという、え、ノードの塊を作りますよね。で、まあそちらを余剰で持っておくことによって、もしスパイクがあっても、ポットの、え、ホリゾンタルポットオートスケーラーで水平スケールさせることによって対応することができると。それに対して、GK オートパイロットというのは、必要な時にポットが作成されるんですけども、それと合わせてノードも動的に作成されるという動きになりますので、 え、スパイクに対応するというのがなかなか難しかったりすると。いったところです。もちろん、そのレスポンスタイムとかレイテンシーにシビアでない場合には、ノードの作成を待ってポットが上がってくるのを待ってっていうような対応で、えー、もまかなえるかもしれないんですけども、一般的な話においては、まあ、そこまで向いてないのかなというところですね。はい。で、こちらはさらにですね、今お話しした内容を絵を使ってご説明していきたいと思います。 まず、クラスターオートスケーランなんですけども、こちらは、え足りない、まあ、ノードが、足りなく、ノードが足りなくなったら、ノードを追加していく。不要になったら、そのノードを消していくというような、ノード自体の、まあ、水平スケールをするための、ま機能になります。で、こちらは、GK っていうよりは、OSS の Kubernetes 自体に備わっている機能になりまして、まあ、多くのお客様、ユーザーさんで、こちらの機能すでにお使いになられているかと思います。 まずこちらのクラスターオートスケーラーの例をお話ししますと上の絵になりますが、例えばですね、40個のポットがスケジュールされましたと。で、そのポットのリソースなんですけども 0.5VCPU で 1GB のメモリが必要ですというコンディションです。で、GK オートパイロットのクラスターには 2VCPU4GB のメモリを積んだノードが2つしかない状態でした。単純計算すると、 えまあこの二つのノードだけでは新たにスケジュールされたポットをまあ配置することができませんよね。ですので、このクラスタオートスケーラーは必要な台数分だけノードをえー同じスペックのものを横にえ水平スケールさせていくというふうにして最終的に40個のポットをえデプロイさせるというような動きができるわけです。 で、もし、まあ、この40個のポットもいらなくなったら消すわけですけども、そうすると、ノードはずっと残りっぱなしってわけではなくて、え、ノードの数もシュリンクする、え、スケール、え、インするという動きになります。こちらがまず1点目ですね。はい。で、2点目の、え、ノードオートプロビジョニング、ナップなんですけども、こちらはですね、どういったケースに使うかというと、元から存在するノードでは、収まりきらないようなサイズのポットがスケジュールされた場合に、 え、聞いてくる機能になります。この例ですと、え、3つのポットがスケジュールされて、そのポットが必要なリソースが、え、3VCPU の 6GB のメモリーだったとしますと。そうすると、え、元から存在するノードは 2VCPU4GB のメモリーしかないので、え、当然そのノードには収まりきらないというふうになります。この場合はノードオートプロビジョニングが発動しまして、え、スケジュールされた3つのポットのサイズに合うノード、 を動的に作成して、ポッドをデプロイさせるというような動きになります。この例でスと、4VCPU16GB のメモリーのノードが新規で作成され、スケジュールされていた3つのポッドも無事デプロイすることができたということになります。はい。ご覧の通りですね、2つの機能を組み合わせて、そのノードを作らなくていい、削除しなくていい、更新しなくていいというような状態を作り出している。 いうところです。で、特筆すべきは、これら2つの機能については、実は GK スタンダードでも使える機能でして、それをですね、まあ、Google クラウドのベストプラクセスという形で、オートパイロットではデフォルトで有効にしていて、皆様に楽に運用いただけるような状態を作っているということになります。 で次にですねご、えー、知っておいていただきたいこととしては、このオートパイロットにおけるコンテナに振るスペックの決まりごとになります。まず CPU なんですけども、0.25VCPU 単位でインクリメントをしていくというルールがあります。これを中途半端な値を指定してしまうと、まあ、自動で是正されるような動きになっています。また、えー、CPU とメモリーの割合なんですけども、1対1から1対6.5の割合に収まっている必要があります。 ですので CPU の,の方が割合の大きくなるってことはできないということですね。はい。で、えー、このテーブルの通りなんですけども CPU、メモリー、エフメナルストレージ、それぞれに対してミニマム、マキシマムの値がありましてデフォルト値も決まっています。デフォルトですと 0.5VCPU の 2GB のメモリーが振られエフメナルストレージとしては 1GB が振られるということになります。 ここまでですね、どちらかというと、オートパイロットのですね、便利な側面をお話ししてきたかと思うんですけども、便利な分、抽象度が上がっていまして、その結果、制約事項もあります。詳細はですね、弊社の公式ドキュメントに記載があるので、ぜひ、まェッ見ていただきたいんですけども、ここでは一例をご紹介したいと思います。まず1点目のプリビレッジポットが利用できないという話なんですが、こちらは、え、ー そのポットが動いているノードに対して特権モードを使ってアクセスして設定変更したりだとか、そういったことができませんというお話になります。関連してノードのシス CTL やキューブレットのパラメーターチューニングができないと書いてあるんですけども、いわゆるその高パフォーマンスなものを求められるような要件がある場合に、どうしてもその TCP などの設定をチューニングして、ノードのホストのですね、 え、パフォーマンスを出すような動きをさせると、いうことをやったりされるケースもあるんですけども、その時にこのプレビューエッジポットなどを使ったりします。また GK 自体にもですね、GK スタンダードの方には、ノードシステムコンフィグという機能がございまして、この CTL の値を直接変更することができたりするんですけども、そちらももちろんできません。 また、えー、ホストポートやホストネットワークなどですね。まあ、例えば、ホストポートを使って、えー、ポットを決め打ちで、えー、外部に、単体で公開したいとか、まあ、そういった使い方も今のところできませんし、えー、ノード自体が皆様にアクセスいただけないという話を冒頭でしたんですけども、SSH でノードにアクセスしてデバッグをしたりだとか、いうこともできません。はい。で、えー、次にギャランティード QS クラスなんですけども、こちらはどういったことかっていうと、 えーポットをですね、まあ、コンテナをこう、デプロイするときに、えー、リソースの指定をすると思うんですね。CPU だったりメモリーの。で、このときに、えー、リクエストとリミットっていう値をそれぞれ設定するんですけども、このギャランティード QS クラスなので、えー、そのリミットとリソえー、リクエスト、どちらの値も同じ値にしていただく必要があります。つまり、えー、バースティングですね。をさせることができないと。普段は、まあ、少なく使ってるんだけど、突発的にこう、 させるようなこととができませんということですね、はいまあ、こういった制約もあります。また、あの、かなり細かい話になるんですけども、ミュータテ,ティングアドミッションウェイブックだったり、あとはキャプネットローといったプリビレッジ、リラックスのプリビレッジケバビリティですね。こういったものが使えないということもあって、まあ、例えば、イッスよなどのサービスメッシュのソフトウェアを直接インストールすることができなかったりだとか、というような制約があったりします。 はい。それではですね、ここまでどちらかというと、オートパイロット自体の話をしてきたんですけども、実際に皆様にですね、どう使っていただけるのかっていうのを少し考えてきましたので、ご紹介したいと思います。はじめにお断りしておきますが、こちらに書いてるユースケースだけで使えるというわけではなくて、まあ、オートパイロットのこれまでお話ししてきた特徴を考えたときに、まあ、特にはまりそうだなっていうものを説明させていただきます。はい、あのオートパイロット自体は、 完全に Kubernetes そのものなので、Kubernetes で動くワークロードであれば、基本的には動作するというふうに考えていただいて、問題ありません、はいで。構成も冒頭の方でご紹介した通り、従来の GK スタンダードと何ら変わりませんので、あくまでもそのノードの運用だったり見え方ってものが皆様からは違うというところだけは押さえておいていただければと思います。ではちょっと話をユースケースの話に戻しまして、まず一つ目に、 え、オートパイロットにはまりそうなユースケースとしてはバッチ処理が挙げられます。はい。こちらはあの、どういったものかというと、長時間のこう、ジョブの実行場所とかですね。まあそういったところに使っていただくのが良いんじゃないかなということです。結局そのオートパイロットは、え、ポット単位の課金になっていますので、ポット単位の課金でまあ使うとき、要はバッチなどは、ジョブもそうですが、単名ですよね。一個処理終えたら完了して終わりだと思うんですね。 まあそのためにわざわざノードプールを持っていてって従来の実験スタンダードみたいな形ですとコストもかかるし手間もかかると思うんですけどオートパイロットの場合は必要な時に必要な分だけ本当にお支払いいただくって形になりますのではいポォトタイの課金とこのバッチ処理にはすごく相性がいいんじゃないかなというふうに思います また、非同期のワーカーなども有効で、例えば従来、このクラウドランなどを使ってワーカーを動かしてました、バックエンドのワーカーを動かしてました、なんだ、いうようなケースにおいても、例えばクラウドランの場合ですと、パブサブからですね、プッシュの通知、メッセージを受けることしか基本的にはできなかったんですけども、時系オートパイロットの場合はですね、プル型のメッセージの取得なども、 行うことができますので、そういった制約がないので、はい、できますので、まあそういった場面で使っていただくというのも良いかなというふうに思います。まあ一方で少しこれは後ろ向きな話になってしまうかもしれませんが、オートスケール自体の速さというものは、そこまで求めないものの方が向いてるだろうなと。また、あの、パフォーマンスのチューニングがホストカーネルレベルで行うことができないっていうこともあって、 かなり大規模に大量のトラフィック、リクエストトラフィックを裁くようなケースで、チューニングが必須というような環境には向いてないだろうなといったところです。また、あの、ポットタイムの課金ということで、これバッチにもちょっと繋がるんですけども、開発者テスト環境用途で作ったり壊したりを繰り返したような環境にも、えー、手離れが良くて便利なのではないかなというふうに思います。で最後のステートレスというのはですね、えー、こちら、GK オートパイロットは、えー、自動オートアップグレードが ごめんなさい。ちょ、ちょくしちゃいましたね。自動アップグレードがデフォルトで有効で無効化することができないので、まあ、ワークロードに関しては、あの必ずしもストレートレスである必要はないんですけども、えー、突発的に、えー、落ちたとしても問題がないようなストレートレスな構造になっていると、より安心して使っていただけるのかなというふうに思います。では、最後にまとめに入っていきたいと思います。GK オートパイロットと GK スタンダードの機能面をですね、 簡単に比較しておきたいと思います。まず、えコントロールプレーンなんですけども、こちらはオートパイロットもスタンダードも両方とも完全にマネージドなものになっています。えノードに関しましては少し差分がありまして、オートパイロットは今日お話しした通り完全にマネージド。え時系スタンダードに関しては、え皆様で管理をいただくという意味で、え完全って言葉をつけずにマネージドとさせていただいています。えノード、時系のスタンダードにおいても、例えばこの、 クバネテスのノードとしては、出来上がった状態で、あの、上がってくるということに関してはマネージドだと思いますので、こういった書き方をさせていただいています。で、課金単位なんですけども、ポット単位課金、バーサス、ノード単位の課金ですね。はい。で、SLM はポット単位のノード単位だったり。あとは、アップグレードは、オートパイロットはもう完全に自動化されていて、こちらをオプトアウトすることはできません。一方で、GK スタンダードは、 え、オートアップグレードをですね、推奨を我々してるんですけども、もちろん皆様の方で手動で行っていただくという選択肢も取っていただくことが可能になっています。より柔軟に細かく、え、ノードレベルまで含めて、え、運用していきたいというようなケースにおいては、GK スタンダードをご選択いただくというのも依然として有効だと思います。そして、クラスタータイプなんですけども、先ほど少しご紹介したと思うんですけども、 はい。GK Auto p i l o はデフォルトでリージョンクラスターになっていまして、コントロールプレーンが、のレプリカがですね、3つのゾーンにまたがってレプリカされて、配置されている、助長化された構成になっています。で、一方で GK s スタンダードは、このリージョンクラスターの他に、マルチゾーナル、シングルゾーナル、クラスターという形で、3つの選択肢が存在しています。まあ、こういった自由度が、うんまあの違いっていうのがあるかなと思います。 基本的に可用性が高い方がいいよかなって思われると思うんですけども、例えばシングルゾーナルクラスターを GK スタンダードでご選択されるケースといたしましては、ゾーン間のトラフィックの転送量などを気にされて、なるべくミニマムのコストで GK のクラスターを運用したいっていうケースにおいては、一つのゾーンに関係するこのシングルゾーナルクラスターを GK スタンダードをあえて選択してえご利用いただくというようなケースもあります。はい。最後にネットワークタイプなんですけども、 GK e では、もともとトラーションに存在していたルーテッドベースクラスターと、今現在ではデフォルトになっている VPC ネイティブクラスターと2種類あるんですけども、GK オートパイロットに関しましては、この VPC ネイティブクラスター一択で、こちらも変更することは不可能になっています。GK スタンダードはご選択に2つからできるんですけども、通常今のこの時点であれば VPC ネイティブクラスターをご選択されるケースが大多数かなというふうに思います。はい。 では最後のまとめなんですけども、GK Autopilot の登場により、ノードの運用が不要になって、より簡単に Kubernetes が使えるようになりました。GK Autopilot なんですけども、弊社 Google が考えるこの GK のベストプラクシスの設定がデフォルトになっています。ですので、Kubernetes をこれから使う方や運用を楽にしたいという方に、ぜひお勧めしたいモードになっております。GK Autopilot って何なのって言ったところなんですけども、 従来の GKE スタンダードをベースにより抽象度を上げたものと表現できるかなと思います。抽象度を上げることによって、まあ、設定できるパラメータだったり選択肢は減ったんだけど、より簡単に使え。まあ、その分、細かい部分で、まあ、制約みたいなものも出てしまうというのがオートパイロットですので、皆様のユースケースに合わせて、どこまで何をしたいのかっていうものを、えー、事前にですね、えー、見極めていただいた上で、この GKE オートパイロットなのか、GKE スタンダードなのか、 とい言ったところのご選択をいただければというふうに思います。私からの発表は以上となります。ご清聴いただきありがとうございました。